はい、こんにちは、スーです。本日6月の8日、何曜日だ、今日は火曜日かな、なんですけど、なんかね、やってないなと思ってたんですよ。なんかやってないなと思ってたんだけど、これですね、クエストダンジョン。いつも月始めにね、やってるんですけど、6月まだやってないんですよね、これ。報酬で、ダンジョン、虹花の種ラッシュがもらえるやつですね。上級者向け、初級者向けとあって、上級者の方ね、チャレ10が2個、チャレ9が2個、チャレ8が2個みたいな感じであるんですけど、これやってないんですよ。ちょっと今回はこちら、遅くなりましたが、やっていこうかなと思います。はい。で、やるダンジョンなんだけど、まあ、チャレ9かな？うん。で、操作時間5秒固定のやつがあったんで、ちょっと今回はこちらのバトル1のやつをやっていこうかなと思います。はい。まあ、多分これが一番なんか尖ってそうな雰囲気してますね。まあ、バトル1階層の5秒固定なんで、まあ、敵がなんかパズルの、なんだろう。パズル検定的なことをやってくんのかなーなんて思ってますけど、まあ、やっていきましょう。で、現状ね、全く敵の内容とかわかんないんで、とりあえず一旦普段のベロアパーティーで突入してみようかなと思います。まあ、まずはね、行ってみましょう。では、やっていきたいと思います。6月のクエスト上級者向けチャレンジレベル9ですね。ちなみにこのベロアパーティーは、まあ、なんか全体制 100% にしてって感じですね。はい。いきます。はい、ということでやっていきましょう。敵はバルボアですね。なるほど。なるほど。ほう。これは、どういう状況？パズル教室とかではないのか？とりあえずベロを打って殴ってみるか。これ打って、5秒固定だもんね。6コンボ吸収があるので、一旦枝豆作るか。操作時間は5秒。頑張って組んでいきましょう。では、いきます。はい。操作時間がちょっと短いので。はい、オッケー。こんな感じでどうでしょう。5秒って結構長いね。さあ、5、6、7、8コンボで。そもそもこれあれだな。あ。なるほど。わかりました。はい、ということで、なんか思ってた感じと違う。もうちょっとパズル検定的なものを想像してたんだけど、普通になんかバルボア出てきたわ。大ダメージ与えてきた。これどうしたらいいんだろう。ちなみにだけど、5秒固定って、操作時間7秒固定とかで上書きできんのかな？多分、できるよね。ちょ、一回入ってみる、ゴール系様子で。じゃあ、ちょっとこれで潜入してみます。はい。どうなんだろう。5秒固定だけど、ダンジョンは、ゴール系様子が、7秒固定リーダーなので、この場合7秒固定が上が、優先されるのか？7秒固定ですね。はい、ということで、わかったわ。これあれだね。普通になんか15秒固定とかの白とかなんかで行ったら楽そうだな。操作時間気になる人は。あとはなんだ？こいつ硬いんだろうな、多分。この感じだと。ちょっと組んでみましょうか。いや、なんかパズル教室的なことをね、ちょっと期待してたんですけど、ちょっと期待が外れましたね。まあまあまあ、しゃあないですね。はい、こんな感じで。一応4色は消してるんで倍率は出ますね。625倍と。さあ、どうだ？いやー、マジか。5億ぐらい出てんだけどな。抜けないんだ。まあ、ガドブレがあるので、5色決めれば火力は通るかな。ちょっとやっていきましょうか。いや、今のでダメなのか。ちょっとこれは想定外でしたね、だいぶ。じゃあ適当にこんな感じでどうでしょう。今回は5色消してるんでガードブレイクが発動します。ゴール系要素持ってますね。これで9億がガードブレ入りまして、普通に半分までいくと。で、あ、ルーレット、なるほど。おー、結構、あー、なるほど。花火してくる。ウラノス。ウラノスってそうだよね。4色人だよね。これ打ったらいけるな。じゃあ、ウラノス打ちましょう。ウラノスを打ちまして。はい、オッケー。うわ、闇ないじゃん。マジかよ。これさ、ガドブレをさ、すればいいんだよ。ここ、揃えてあげて、色を、こんな感じで。盤面に光と木がないので、ルーレットが光と木で終わるような形で組んでいってあげれば、多分ガードブレイクで抜けるんじゃないかな。じゃあ、組んでいきたいと思います。今行きます。いや、もうね、これで、これでいいのよ。これで、これで OK。これで、ガドブレ発動して闇も消えてるんで、多分抜ける。OK、22億。あ、抜けました。はい。ということで、何だったんだ、このダンジョンは。めちゃくちゃ簡単だったんだけど。なんかサクッとクリアできちゃいましたね。はい、OK。クリアですね。ちょっとなんか思ってた感じとだいぶ違いましたけど。まあ、ゴルケイオス強かったわって感じですね。はい、これで報酬の、なんか、種のラッシュが、もらいました。ちょっとこれも一回やりましょうか。せっかくなんで。はい、こちらのダンジョンですね。ちょっとやってみましょう。あれかな？普通にラーとかでいけるかな？これでいってみます。さあ。あ、はい、ということでいきましょう。
あ、抜けますね。うわ、うまこれ。ちょっと待って。10個落ちる感じ？これ。え、めちゃくちゃうまいんだけど。しかもこれ、チャレ級で1回このダンジョンあったけど、他にもあるもんね。うまっ。え、待って、虹のさ、このなんか、種みたいなやつって、どういうあれだっけ？ここからもう1段階なんかにするんだっけ？上路かなんかにするんだっけ？ちょっと見ましょうか。10体落ちたんじゃないこれ。初ゲットですね。はい、虹の種が、10体手に入りました。虹の種5個で虹の上路1個か。なるほど。オッケーオッケー。じゃあダンジョン1個につき虹の上路2個分ってことか。で、そのダンジョンが合計で、10、9、8？ あー、9までか。いや、違うな。待って、なんだこれ。8は、精霊の上路ラッシュ。上路ラッシュ？あ、まあ、だから虹じゃなくてあれか。普通に火とか水とかの上路がラッシュで来んのかな。まあ、とりあえず、9、2個、10、2個で、種ラッシュ？虹の種ラッシュが4階層あるんで、上路8個分か。虹の上路8個分はこれでもらえるわけか。バカうめえじゃん。まあ、おそらくね、視聴者の方の方が俺より優秀なんで、皆さんもやってると思いますけど。これうまいですね。やった方がいいですね。まあ、とりあえず、チャレンジレベル9はめちゃめちゃ簡単に勝てました。はい。あんまり動画としては面白くなかったかもしれない。ごめんなさい。なんか思ってた感じと違った。なんかもし、これチャレンジダンジョンやった方で、チャレ中の1個目とか、チャレ中の2個目とか、もしかしたらチャレ8とか、この辺のダンジョン動画にしたら、結構面白そうな内容でしたよ、みたいなアドバイスがあればぜひぜひお願いします。調べちゃうとさ、先が分かっちゃうから、動画として成り立たないんだよね。はい、ということでね、一応今回の動画は、以上となります。皆さんね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。